地区にパワーアップした DUP がいるって話だ。コンジットが隠れてると思ってんだな。オッケー、向かってみるか。この近くにある橋を渡れば。最高、電話会議と来たか。よう、フェッチ。おい、アビゲール、言っておくが、あの橋も520号線みたいに DUP に破壊されたんだぞ。あら、無能さん。私たちコンジットが渡れない橋なんて存在しないの。ねえ、デルシン。試す価値はあるかもな。お前たちはすごく有能で頼りになるようだな。電話くれないか、たどり着けたらな。よくあんなのと付き合えるね。生活費くれるし、橋に向かってる。後悔するなよ。こいつは最高の気分だぜ。自動タレットかよ。それずるくね？橋が途切れてる。車は役に立たないな。発車台があれば別だけど。おもちゃの陰に隠れるのはやめることにしたんだな。くそ。あんたまるで橋の上の悪魔だな。私を覚えていたか。ああ、もちろん。2週間前俺を現行犯で捕まえたのに逃がしてくれただろ。随分と変わったな。煙のことかな。ああ、まあね。新しい技を習得したとか、武器を増やしたんだろう。ああ、一体どこで聞いたか知らないけど、俺はただの煙男だよ。そうかな。ああ、そんなの全然効き目ないぜ。でかすぎて自分が小さく思える。負けたふりをしろなんて言わないからさ。オッケー、確かにそりゃ、まあネオンのことは嘘ついたけどさ、ここで俺たちが戦う必要はないだろう。ちょっとだけコンクリートパワーもらえればいいんだよ。私の力が欲しいだけだというのか。ほら、橋沈められなくてもいいからさ。ただダチからコンクリの破片抜ければそれでいいんだよ。そしたらもう二度と現れないからさ。いい考えがある。どうせ戻っても役に立たないならば私とここに残れ。それはちょっと嫌だな。
デルシー、失望したよ。なんだ、下を見な、みんな。ランタン地区、ずっと目指してたとこだ。眺めいいじゃん。